ます。はい、では後編のガタガタ道編に行きたいと思います。ですね、まずちょっとここのでっかい段差行ってみましょうか。ね、優秀ですよね。どうでしょう、カメラにのマイクに入ったかわかんないですけど、ドシャンとかグシャンとかそういうこと入んなかったですよね。あとね、多分ですけど股関節よりもこういうところ、あとここにボックスがあるんですけど、なんか内装の立て付けは良くなってるんじゃないかなと思います。なんか前までが商用車基準で作ってたものが乗用車基準になりましたみたいなね、ところがあるかもしれないですね。股関節よりも軽くなってます。股関節は割とこうしっかり手応えのあるハンドルな
軽いって言ったらあれですけど、股関節よりも軽くなってますね。割とあのじんわり動かすのが楽な車かもしれないですね。いや不思議、あのね、本当股関節の方はもうねすごいんですよ。本当ボディにね、なんかね、あの芯でも入ってんじゃないかぐらいこうガッチリ感があって、で、ね、まあボディ合成マニアだった僕はすごい股関節ってすごい感動したんですよ。でこれが登場したのがだから5、6年前ですなんですけど、その時初めてこのデカングをあのちょっとだけ運転する機会があったんですね。その時にコカングに比べると随分なんかやばい車になっちゃったなって思ってたんですよ。でもそこから5、6年経って今この車改めて乗ってみると、あのやばい車っていうふうにもう僕は今この現時点では思ってないですね。あのあんだけ振動ガンガン加えてうまいことこうやってくれるんで、なんかこれでいいなって感じします。そうだからやっぱ股関節とデカングってもうやっぱまあ別物の車ですけど、それぞれ乗用車的にいい感じにまとまってるデカングと、商用車ベースでスポーティーにまとまってる股関節みたいな、そんな感じなんですかね。なんかデカング出た時にね、股関節から乗り換えてあれ違うって言ってすぐ手放しちゃった人がいるっていう噂を聞いたことがあるんですけど、それは分かりますね。股関節のあの感じ求めて買ったとしては違う車なんで、だけどこれはこれでちゃんとまとまってるんで、スライドドア のファミリーカーとして使う割と買いやすい金額の車としては本当素晴らしいんじゃないかと思います。じゃあこの車ですね、他にも内外装ご紹介編の動画も撮影しようと思ってますので、よろしかったらそちらの方もぜひご覧ください。ということで、ルノーのカングーの大きい方デカングーの、ご紹介でした。以上です。